私は今日裁判所の中で、一番出口に近いところにいて裁判官の顔を見てたんですけども、ずっと似顔絵を描いていました。で、えらいなんかニヤニヤとあの谷口さんがお世辞を使ってる顔を見ながら、これがなんとか芸術作品にならないのかなと思いながら、あ、もうちょっと絵の勉強をしてもよかったななんて思ってます。つまり最あの、これを家庭に例えるとですね、結婚するときは優しい夫がですね、結婚してしばらくすると本性を見せると、で暴力を振るうということがよくあることで、さっきあの、山口さんはおっしゃいましたけども、もう一つの裁判所の顔はこの429号法廷というところで、じっくりと見ることができます。今裁判所が何をやっているのか、私はフランコ時代の裁判所を私は知りませんけども、映画では見たことがあります。絶叫調で死刑だみたいなことをやって、しかもあの普通に首を吸ってくれるのはすごいありがたい名誉ある死刑であって、あのすごいあの中世の魔女狩りの頃に使ってた拷問器具を使って、万力で首をぐりぐりぐり締めて殺すと、そういう死刑をされるということがつい40年ぐらい前まであったわけです。で、それをやったのは今日私たちの周りにいたような普通の役人とか普通の優しいおじさんおばさんたち、だったのではないだろうかと思います。で、すいません長くてあの私最近愛読書はですね、あの家永三郎の編の日本の歴史シリーズ全10巻、があって、それを読んでるとですね、日本のこの近代民主化運動が一応あったんですけども、それが頓挫をしてしまったわけですね。それをリーダーの人たちはその後ファシズムの方を牽引して戦争する役割をしてしまうと、大正デモクラシーもそうだったんです。なぜそれが失敗したのかということを、まあ、ある学者の方が総括しててですね、結局身の回りにある小さな差別、男女差別であるとか部落差別であるとか、あの、差別であるとか、そういうその差別を克服できなかった、それが結局その大きな権利を獲得する統一した運動になりえなかった、ではないだろうかということを書いてて、まさにそうじゃないかなと。でその差別というのは今日本の 隅から隅まで、そのまるで糖尿病のように、染み渡っていると。でその一つの表れが例えば裁判所の入り口の検査であるとか記者クラブであるとか、そういったところにあるのではないだろうかなと思いながら、思いました。以上です。